どうも、速稼塾の久保です。朝5時25分ですね。今日は7月15日の朝5時25分で相場解説をお送りします。まあ状況は刻一刻と形を変えて、それに対して私たちもね、それまでの思い込みを瞬間瞬間捨てて新しいトライをしていかなくてはならないのかなっていうところでございますけども、今回もその一つですよね。要するにブレイクして下の方に行くのかなと思ったら戻っていってですね、バイが正解だったと。これはなんとか取ったんですけども、その後一晩開けてみたらやっぱりね、ブレイクして下の方に行ったわけなんですよ。で、一つの考え方としては、チャンネルラインの引き方がある程度ちょっとね、間違っていたと。おかしな表現ですけどね、ちょっと間違っていて、 N 跳ね返って下っていう形を取るものを、チャンネルラインがちょっとずれていたがために内側に入っちゃったというふうにね、誤解をしたのかもしれません。これが今回の反省点です。チャンネルラインの引き方が甘かった。下の右肩上がりのね。この辺を絡めて説明していこうかと思いますので、まずはデイリーの方からご覧いただきます。こちらです。はい。では正確なチャンネルラインを引いていきますね。後付けになりますけども、正確なチャンネルラインはこういう風に引くべきだったのかなというところですね。このぐらい、ヒゲから引いて、ヒゲ先から。こういう風に引くと合点がいくんですよ。うん。で、もう一つのチャンネルラインは、バイバイこうですかね。これで見ると、確かに上の方ね、上の方はちょっと合わないかなと思うんですよ。うん、ちょっと微妙になってきましたが、これでいいかな。これが正確なチャンネルラインで、上から入ってきたものが、フラッグを形成しながら、こうやってね、ギザ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 動いて。だからチャンネルラインの引き方ってのはね、この線の太さも関係するんですよ。うん、だからピタッピタッと上の線と下の線に反応するというふうに思うんではなくって、ある程度の幅を持たせていかないといけないかなってことですよね。で、下に抜けたかなと思ったら抜けずに上の方に行って、 N を描くようにしてこう下がっていったと。で、ここからの動きですけども、ここを越えて N を完全に描いていくようでしたら、ブレイクしてセールに大きな伸びを見せていくんではないかなと思いますけども、ここで、ね、跳ね返ったらW を作る恐れがあります。ですので、このネックラインがその次の争点になるっていうのがデイリーの見方です。じゃあ4時間の方を見ていきますね。4時間1時間の見るとよくわかると思います。さあ、これヘッド&ショルダーに見えなくもないんですけども、ちょっとね、乱れすぎていて、これはヘッド&ショルダーにしちゃうとちょっとね、めちゃくちゃになっちゃうかなと思いますんで、まあ確かにネックラインこう来てるかなと思えなくもないですけども、じゃあこれはどういうことだってことになりますね。だからヘッド&ショルダーは、今回はちょっと不成立でございます。で、何が言いたいかというと、昨日もちょっとお話したんですけども、このあたりがキーポイントになってくるというところです。力点が1個ありますからね、ここね、上から下がってきて押し目を作って下に行ったでしょう。ということはここが力点になるわけなんですけども、同じようにもう一回ここが力点になって下がるんではないかなというところで、結果論で同じように下がってますよね。だからこそ今度はこっちの力点を超えて抜けるようでしたら大きく下落するよってことです。しかしこの線も考えられますからね、こういうふうにいくことも。そうすると今度は W が見えてくるわけですよ。 W は右辺が強かったですよね。で、W の中にもう一個 W がある。ここを W と考える方法もありますからね。ちょっと待ってください。こういう風な W ですよ。ネックラインを越えた後、こちらの力点を越えてさらに上昇していく。そうすると、昨日、おととい申し上げた強烈な倍、115円、120円方面に向かう倍が見れるということになります。じゃあ最後に1時間見ていきますよ。N が大きく見えてます。N、これです。ね、チャンネルラインこういう風に上がっていって、で昨日ブレイクして抜けたって感じです。これがもっともっと伸びてここを越えていくようでしたら強烈なセルの流れが起きるってことを今日は繰り返し繰り返しお話してきました。しかしもう一方でここを抜けずにここに反応して、ここに反応してですね、ここと同じようにまた直線で上に向かうのか、チャンネルラインをこうやって作りながら右肩上がりになるのか、ここで仮説が2つ生まれるってことですよね。さあ、全体像をこうやってみましたんで、今
まあ、セルで今から入っても遅くはないとは言いたくないんですけども、まあ、今から入ることもできるでしょう、セルでね。ただこっからバイに入るのはちょっと勇気がありますね。セルをすぐ入れるのか、もしくはしばらく様子を見て今日の解説を踏まえてアクションを取るかどうかを午後決めるという形になります。はい、相場解説は分かりやすい時と分かりにくい時があると思いますけども、結局ですね、どのぐらい自分の頭の中に基礎的な知識とか今までのチャートパターンが入っているかによって私のこの説明が受け取りやすいか、それともいまいち今日分かんないなーっていうふうに感じるかなんですよね。いまいち分からないってことは私の解説の中で展開できない概念があるんですよね。展開できない言葉が、だからそこを繰り返しまたね復習するか、もしくは私の方に解説を求めていただければよろしいんじゃないかなと思います。それでは本日は以上です。